青木由美と佐々木千秋の愛され召し上がれ。皆様はじめまして、料理カウンセラーの青木由美です。皆さんこんばんは、女優の佐々木千秋です。さて、先月から始まりました愛され召し上がれ。この番組は、婚活は料理、レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、料理カウンセラーの青木由美さんが運営されていらっしゃる愛され飯協会での活動をベースに、ラジオをお聞きの皆さんに分かりやすい婚活の方法、いろんなお料理のレシピ、メニューの選択など、料理と婚活などアラサー女子目線のトレンド情報満載な番組です。この番組を通して、忙しい女性が恋や料理、仕事を楽しめるヒントをお伝えしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。それではまずは青木由美さんの略歴をご紹介させていただきます。青木由美さんは千葉県のご出身、調理師専門学校を卒業され調理師免許を取得。その後、専門学校でアシスタント講師としてご活躍の後、2012年に起業されました。料理はコミュニケーションと考え、料理の作り方だけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立。現在は食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために活動中でいらっしゃいます。料理を通して、例えば婚活、恋愛、親子関係など、普段の生活の中でのさりげない気づきのヒントをお話ししていきたいと思っております。そして、この愛され召し上がれ、もう一人のメインパーソナリティは、由美さんと番組を進行させていただきます、女優でタレントの佐々木千秋と申します。現在はですね、佐藤製薬様、リゾン様ほか CM をはじめ、ドラマや映画を中心に活動させていただいております。そして、ここ市川うらら FM さんで言霊アラカルト、ファントレタイムという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。それではまず、初めのコーナーは、今日からあなたも簡単料理人のコーナー。このコーナーは、意外と皆さん今更聞けない、でもわからないから、なんとなく自己流で済ませてしまっているという、料理は作ってみたけれどなかなか習いに行く時間がないなど、お悩みの方々、お待たせいたしました、たかがラジオ、されどラジオ、青木由美さんに料理上達の基本を丁寧に解説していただく、題して今日からあなたも簡単料理人のコーナーです。それでは由美さん、早速お願いいたします。前回このコーナーでは、12個ある料理上達ステップの1つ目を紹介していきました。はい、1つ目は、市販のドレッシングやタレを使って楽に作るでしたけれども、はい、そうでしたね。今回は2つ目に行きます。はい、楽しみ。定番料理をレシピ見ながらでいいので、一品だけは自信を持って作れるようにするというのが今回のテーマです。あ、レシピ見ちゃっていいんですか？いいんです。まずはそこからになりますので、まあ、前回のね、市販のドレッシングの活用というのを見たい方は、はい、あの YouTube にアップされている映像配信版をご覧ください。はい、料理上達したいって思っている時って、やっぱり何度も何度も作ればいいかなって思う方がとても多いと思うんですよ。はい、だけれども、はい、そうではないんですね。そうなんですか？ちなみにですけど、はい、千秋さんって得意料理ってありますか？はい、得意料理というか、まあ、あの野菜炒めぐらいはね、作れるかな。いいですね。はい、じゃあ逆にですけれども、はい、作ったことのないお料理で、はい、でもちょっと作ってみたいかなって思う料理ありますか？まあ、お魚を使った、まあ、煮魚料理とか、うん、ね、あの前回教えていただいた酒蒸しとか作ってみたいけど、まだ作ったことがないかなっていうものはありますかね。はい、いいですね。でもこうね、野菜炒めって、はい、まあ、自信を持って作れると思うんですよね。はい、まあ、これって得意料理だから作っていても楽しいし、うんうん、人に出しても美味しいって言ってもらえるから嬉しいっていう気持ちあるじゃないですか。そうですね。逆に煮魚とか酒蒸しって作ったこともないから不安でいっぱいですよね。はい、そうですね。美味しく作れるかなって思うと思うんですけど、はい、まずね、苦手だったらば楽しいっていう気持ちを優先させてほしいんですよ。楽しい、あの物事って楽しければどんどん上達していくんですね。はい、あ、はい、なので最初はレシピ見て全然構いませんので、はい、ね、何回もやっぱりレシピ見ながら作ってくると、なんとなくこう流れを覚えていくことができるんですよ。あ、流れを覚えるんですね。
でそうすると、はいね、だんだん慣れてくるので、まあよしじゃあそろそろ慣れてきたしって思った頃には、はい、まず間違えてもいいので、はい、今度はレシピ見ないで作ってみてください。うわ不安だなそうですよね、最初はちょっとドキドキなんですけれども、でも味を知っているので大丈夫なんですね、はい、あそうなんですね。ただし、ね、選ぶメニューはなるべく定番料理を覚えてください、はい、あそうなんですか、なんでなんですか。これですね、うん、何度も食べている方が味をよく知っているのでイメージしやすいんですよ。あ味のイメージとか、出来上がりとか。そうなんです。定番料理って大体ですね、まあ、唐揚げとか、うん、ハンバーグとか、はい、生姜焼きとか、はい、まあ、こういったものになりますね、うん、なるほど、すぐね想像できますもんね。ですよね、うん、まあ、やっぱり今回のテーマはね、はい、定番料理をレシピ見ながらでいいので、まあ、一品だけは自信持って作れるようにするということですけれども、はい、まあ、ポイントはですね、自信持って作れる料理って作るのも楽しい上に自分の武器になりますので、ぜひね一品だけでいいです、自信持ってこれだけは誰にも負けないっていうものを作ってみてください。まあね、レシピそうですね、どんなレシピでもいいんですよね。いいんです、もうね、ちょっとこれ作ってみようかなっていうような、はい、その辺にこう見つけたレシピとかでも何でも大丈夫です。あそうなんですね。まあ定番料理というところでやっぱりこう、ね、武器になっていくところですもんね。そうですね、でこれだけはね絶対作れるって言えば、はい、ね、例えばじゃあ彼氏に初めてお料理を作ろうなんて言った時にも安心ですし、はい、ね、お友達が来た時に何か作ろうなんて言った時にもそれ作れば大丈夫ですので。そうですよね、そうですよね、まあ、スペシャルを作ろうと思うからちょっと苦手意識、ね、出てきちゃったりするのかもしれないですよね。そうなんです、特別なものじゃなくていいんです、まずは一品だけ。そうですよね、そっから始めてみてもらえればなと思います。わかりました、まあ、今回は定番料理をレシピを見ながら一品だけは自信を持って作れるようにする自分の武器を作ろうということで、ね、本当に毎回毎回ね、すごくいいお言葉というか料理に対するこう考え方、すごく考えさせられるなというふうにねいつも思ってるんですけれども、はい、これを機にね私もちょっと苦手意識を取り除いて楽しみながら料理をねやっていきたいなというふうに感じました。皆様いかがだったでしょうか。皆さんの簡単料理人への第一歩、今回の放送でまた確実に刻まれたはずです。そして料理番組みたいなんですが、このコーナー含め今放送中の模様は本日番組終了後約1週間以内に再編集映像配信版として YouTube にもアップいたしますので、しっかり YouTube でチャンネル登録していただきまして何回もね再生して、ぜひぜひ、はい、そしてスキルアップ皆様ぜひしていただきたいと思います。以上、今日からあなたも簡単料理人のコーナーでした。改めまして先月から始まりました新番組愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千明のコンビでお送りしております。さて続いてのコーナーは由美的ゴールデンレシピのコーナー。このコーナーは料理カウンセラー青木由美さんがゲストのお招きした方に書いていただきましたアンケートをもとに、その方のためだけの世界に一つだけのオリジナルメニューを作成していただきます。そしてそのメニューに挙げた一品につきましては、さらなるヒアリングでなんとゴールデンレシピを完成させ、実際に作る際のワンポイントアドバイスまでしちゃおうというコーナーです。前回もお伝えしましたが、なかなかラジオでは難しいと思うんですけれどもこの番組をねお聞きいただいている皆様にも何かレシピ作りの参考になればと思いチャレンジさせていただきます。はい、今回からですねちゃんとゲストさんにお越しいただいておりまして、はい、楽しみにしております。皆さんお待たせいたしました。今回のゲストは女優の佐藤美久ちゃんです。皆さんはじめまして、佐藤美久です。楽しみにしてまいりました。ミックさんは千秋さんの事務所の後輩なんですよね。はい、はい、そうです。そうなんですよね。でそれではまずですねこの佐藤ミックさんのプロフィールね、はい、ありがとうございます。ご紹介させていただきたいと思います。はい、佐藤ミックさんは千葉県のご出身、ドラマや映画などいろいろな作品に参加出演されています。特に短編映画では20本近く出演され、最新出演作22世紀寓話では私も共演させていただきました。現在はですねここ市川うらら FM で佐藤美久の女優道北野しおりのリアルドライにレギュラー出演中のほか、ウェブ配信番組佐藤美との MeToo ショー
そして合格ルーザーアルカディア号のイメージキャラクターを務められるなど頑張ってるうちの事務所の後輩女優さんとなっております。ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、で先日あの青木さん先月ですねあのラジオ出演ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しかったです。いや私もねあのいわゆる番宣、まあ、番組宣伝の一環として、はい、あのミクさんの番組にゲスト出演させていただいたんですよ。いや私ね、はい、砂糖飯砂糖飯、ありがとうございます。 YouTube でお料理をね、はい、作るっていう番組見させていただいたんですけれども、ありがとうございます。もうなんか拙い感じなんですけどまずこの砂糖飯っていうのはもう全くメニューを見ずに私の感性で料理を作るっていうのをレシピ見ずに、あそうです、あすごいですよね。もう私のただの本当に思い描いているものをこう調理していくっていうコーナーとなっております。いやもうなんかね、はい、頑張れってこう見ながら応援したくなるような番組なんですよ。ねもうね何本かあるの全部見させてもらいたい、面白くって面白い、面白い頑張れ頑張れっていう分量もめちゃくちゃなんですけど結構こう楽しんでいただく方がいらっしゃるみたいで本当に青木さんもありがとうございます。いやいやいやありがとうございます。で砂糖飯そのレシピがないというかレシピを見ずにっていうのは私は知らなかったので、はい、そうなんですね。いつもいつとの遭遇ですね実際ご自身で食べてみて、はい一瞬どう思いますなんかやっぱ物足りないなっていうのはやっぱりあるんですよね、うんうん、自分の中でいいっていうのもありますけど他の方から見ていやな足りないでしょそれとかああそれ添えて切るとかでもやってると一生懸命だからなかなか気づかないですよね。そうですよね、そうですよね。で後々からいやあれ入れるの忘れちゃったなとかなるほどっていうのは多々あります、まあはい、気づいた時にはね、はい、なかなか投入しづらいタイミングだったりとかね、そうするとね、はい、お料理って難しいなって、うん、そういう時にちょっと考えたりもするんですけれども、はい、そうですよ ね、そうですよね。実際ラジオでお話いろいろ多分されたと思うんですけど、はい、いかがでしたか。すごいもう本当にあんまりこうラジオでこう喋ったことがないっていうふうにおっしゃってたんですけども、はい、全然もうプラプラもういろんなことを喋っていただいて、ありがとうございます。すごくもう助かりました。私いや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 もう緊張もしてたんですけれどももう全然もう伝わって、よかったラジオもやっとちょっとずつ慣れてきた感じです。なるほど、私たちも勉強させていただきます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。それではですねお待たせいたしました。このコーナー弓的ゴールデンレシピに戻らせていただきますが、まずは10個の質問をさせていただいて、あのチェキさん、はい、実はですねそのアンケート私の番組の方で、はい、やっていただいているんです。あそうなんですか、はい、いやだもう早く言ってくださいよ失礼しましたではですね弓さんの方からみくちゃんの Q&A についてお話しいただけますか。はい、そうですね、前回のねこうゲスト出演させていた番組の中で、はい、生年月日とか普段のねお料理の回数とか、はい、あとはサラダを食べる時のドレッシングかける量ってどのぐらいとか、ね今一番成功させたいこととか興味高いものって何ですかっていうような10個の質問をさせていただきました。それでは、まあそれではですね、その中からどんなオリジナルメニューが出来上がったんでしょうか。今回の4品はですね、はい、厚揚げきのこのあんかけ、美味しそう、あんかけ、はい、次にわかめと蛇腹きゅうりの酢の物、いいですね、いいですね。そしてしじみのお味噌汁、はい、あとは白いご飯です。これそれぞれに意味があるんですけれども、はい、台本を覚えたりすることが多いと思うので、はい、うん、ね、記憶力アップのサポートをしてくれると言われてる大豆、はい、これを使った厚揚げを使ったお料理なんですね、はい、でわかめと蛇腹きゅうりの酢の物に関しては、はい、好きな食べ物でラーメンっておっしゃってたんですよそうなんですよ、その番組の時に、はい、聞いていただいて、
初めてっていうか、うんうん、ラーメンが好きっていうのを最近知ったっていうのを、あ、最近その時に知ったっていうのを。なるほど、ね、でラーメンって結構ね、あの塩分も高いですよ ね、 そうね、なのでキュウリってむくみを解消してくれると言われるんですね。めっちゃむくみます。でなので、まあ、このねわかめと蛇腹キュウリの酢の物という一品、はい、そしてしじみのお味噌汁に関しては、はいはい、あの疲労回復の効果が期待されているものなんですよ、はい、お仕事でやっぱりねいっぱい歩いたりもすること出てくるでしょうし、はいはい、それでこういったしじみのお味噌汁も入れさせていただきました。いやーなんかね、美味しそう。想像しただけでちょっともう美味しそうです、うん、もうお腹がなりそうです。結構悩みどころですね。悩みますよね、はい、ちょっと悩んでくださいね。はい、じゃあ聞きますよ。、はい、では佐藤美久さん、はい、この中でどのメニューについてゴールデンレシピをお利用ですか。はい、酢の物が大好きなので、わかめと蛇腹、の酢の物をお願いしたいなと思います。おー、なるほど、いいですね。じゃあ、はい、ちなみにちょっともう一つ追加の質問させていただきたいんですが、はい、あの酸っぱいものって結構好きですか。好きです。お、じゃあ、はい、結構得意なんですね。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、いやなんかね、はい、ねあのすごいですね。本当にあのどういう風に出来上がっていくのかがちょっとすごい楽しみですよね。はい、あの私もねあのレシピ作成してもらったんですけど、はい、千秋さんは、はい、あの美容と健康に気を使うお仕事ということで、はい、こう体の内側から美しくなる美容効果ありの、はい、まあね、あのわさびの酒蒸しとかレシピを、ね、おしゃれですね。はい、そしてミクさんのも出来上がりました。あ、早い早い。じゃあ早速ですけど、はい、説明させていただきます。お願いします。ね、佐藤美久さん、青木由美が考案したオリジナルメニューの一品、ゴールデンレシピの作り方はですね、はい、わかめと蛇腹きゅうりの酢の物、ね、こちら説明させていただきます。はい、あのお料理ねちょっと苦手っておっしゃってたので、はい、まあ、簡単に作れるレシピを作りました。ありがとうございます。嬉しい限りです。まずはですね、材料ですけれども、あの乾燥わかめとキュウリ、はい、そして調味料の方はですね、簡単に作れる調味料としてポン酢醤油、これを使っていただきます。なのでわかめとキュウリとポン酢醤油の3つがあればそれでいいんですね。簡単。もう全部今家にあります。ラクチンなんですね。で、あのこの作り方なんですけれども、はい、キュウリの手前にですね、あの1本の丸々の状態の、はい、状態で、はい、あの手前に菜箸を置いてもらうんですね。はい、はい、キュウリをまな板の上にドンと置いてもらったら、はい、手前に菜箸1本だけでいいので、はい、置いてください、はい、そしてキュウリに対してですね、斜めに切るような感覚で最後までこう、はい、菜箸があるから最後まで切れないんですよね。あ、なるほど、確かに。なので切り込みがずっと入ってくんですよ、はい、でいっぱいずっと1本丸々切り込みを入れてもらいます、はいはい、で切り込みが全部入ったらくるっと裏にひっくり返してもらって、で反対側も同じようにさっきと同じ作業をするんです。あ、はい、切り込みをまた斜めに切っていくんですね、はい、そうすると菜箸が入っているから、はい、絶対に全部切り落とすことがないんですよ。そうですね、はい、うん、で一本丸々全部切り終わるとですね、これなんと不思議なことで、はい、伸ばすときゅうり伸びるんですね。あの蛇のお腹みたいな形でにゃーんって伸びるんですよ。なるほど、蛇腹キュウリって呼ばれてるんですね。それが蛇腹、はい、ヘビのお腹みたいに。あ、なるほど、うん、でこれですね、あのヘビのお腹みたいにねこうミヨーンって伸びる状態になったら、はい、あとはですね、まあ、食べやすいサイズに切ってもらって、はいはい、でちょっとねお塩しといてください。パラパラっと振ってください、はいはいはい、そうするとだんだんとですね時間経つとお水が出てくるので、はい、で、それを軽くあの絞ってもらって、そしたらですね、お水に戻した乾燥わかめとキュウリにポン酢醤油をかけたら完成です。はい、ああ、もう簡単だ。できそうですね。できそうです。ちょっと蛇腹の部分がちょっとあの大丈夫かなと思ってます。そうね。頑張ってます。へえ。すごい。
もなんか想像しただけで結構かわいいっていうか、うん、かわいいおしゃれな感じに、そうなんです、きゅうりだけでね作れるっていうものなので、はい、簡単だし見栄えもするしっていうところなので、はい、今日ですね、はい、あのレシピを実際に作ってきましたので、はい、はい、こちらみくさんにプレゼントをさせていただきます。みくちゃんどうですかこのゴールデンレシピ。いやー嬉しすぎますね。あのぜひねあの映像配信版もねご覧いただいてる方はあのぜひ見ていただきたいんですけれども、はい、花柄のねあのレシピメニューになってまして、うん、すっごい可愛いです。よかった、喜んでもらえた。しっかりと多分あのメニューの中に先ほどの多分あの菜箸っていうところも入ってくださってるんじゃないかな、ね、はい、ちょっと砂糖飯の中でねこれに さらにあのポン酢醤油の味よりももっと他のねちょっとレベルアップさせたいなと思ったら、あの三杯酢っていうのをあの自分で作れるドレッシングを自分で作れるように、あのこちらの中にもですねあの作り方っていうのをちょっと記載させていただきました。ありがとうございます。これね、米酢とかお砂糖とかお塩とかお醤油、はい、これを混ぜて作る、はい、あのタレなんですけど、はい、あのレベルアップでちょっと慣れたら頑張ります。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。いやもうこれでね砂糖飯もしやったら、はい、なんかすごいできる子みたいな。どうしたのってなっちゃうかもしれないですね。はい、それではですね、はい、あの最後に佐藤美久さん告知などございましたらお願いします。はい、ありがとうございます。ですね、千秋さんの方からも、ご紹介もありましたけれども、はい、映画22世紀グーワがですね、私主演させていただいております。そして千秋さんもですねあの共演させていただいておりまして、ありがとうございます。今はですねあの国内外各映画祭にですねエントリー中でして、はい、ですのであのちょっと上映がですね今準備中となっておりますので、はい、ぜひあの予告編の方が YouTube の方にアップしていただいておりますので、はい、ぜひ22世紀グーワで検索していただければなと思います。楽しみですね、はい、ぜひぜひご覧いただければなと思います。はい、はい、そしてですね、ラジオ番組もね市川うらら FM さんで持たせていただいております、佐藤美久の女優道と、北野しおりのリアルドライですね、も持たせていただいております。あとはゲーム生配信で、Me Too Show というねゲームの配信もさせていただいております。詳しくはですねブログと私の事務所の公式ツイッターなどをですね、はい、ご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。はい、今回のゲストというかゴールデンレシピの贈呈者は、はい、ありがとうございます、女優の佐藤美久さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。以上ユミ的ゴールデンレシピのコーナーでした。皆さん、なんともエンディングのお時間になってまいりました。今回の愛され召し上がれいかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4火曜日夕方6時からお送りしておりますので、ぜひ今後もお聞きいただければ嬉しいです。青木さん、今回いかがでしたか。いやもう今日もねゲストにミクさん来ていただいて、はい、なんかここカフェかなっていうぐらいガールズトーク楽しんじゃいました。そうですね、すごい楽しかったですね。ぜひねあの披露していただきたいですね。はい、はい、そしてですねこの番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見お待ちいたしておりますので、どうかこちらまでお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 愛され召し上がれまでお待ちしております。それでは今回はこのあたりで、皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。またお耳にかかりましょう。では皆様、愛され召し上がれ。